はい、お疲れ様です。今日は職人さんから、まあ、営業に変わる人が結構増えてきていますよっていう話なんですけど、まあ、本当にねうちの YouTube 見て、まあ、電話くれる子もおるんですけど、まあ、職人やってたんですけど営業やりたいって、まあ、本当にこれまさに SNS の幕開けかなって僕もすごい感じるのが、やっぱ情緒が多いじゃないですか。で今までってそういう未来のこと考えれんかったと思うんですけど、いろんな SNS とかいろんなものを見て、あ、じゃあ俺の人生設計でじゃあ営業マンやった方がいいんじゃねえかとか、もっと独立していきたいなっていう人も多分増えてると思うんですよ。だからまあうちみたいなところに今職人やってるんですけど営業で勉強したいですとか、まあ、経営者になるためにこういうところで勉強して、あの、経験値積んで、まあ、経営者になりたいですってことが結構来るんですよ。もう本当にさ、まあ、SNS のおかげなのかなって。でもそういう時代になったんだよね。昔って俺らの時は本当に周りから聞くしかなかったから、職人やってじゃあ未来のことなんか考えれなかったし、未来の話って、まあ、会社の方で先輩からしか聞けなかったじゃん。なんでまあ、その辺がね、やっぱ変わってきた時代なのかなと思うんで、まあちょっとその辺について、ただ、そういう職人さん上がりで成功する人、失敗する人ってまああると思うんで、営業マン、塗り替え道場で例えて言っちゃうんですけど、塗装屋さんですよね。塗装屋さんの営業マンでじゃあどんなことやるのって、まあ職人さんだったら不安だと思うし、まあ実際どうなんだろうって、営業マンで何やってんだろうって思うと思うんで、まあこいつら遊んでフラフラしてるだけじゃねえのと思うんですけど、結構これ大変でね、体力的にも大変だと思うんですけど、その辺をちょっと一つ一つ話そうかなと思うんですけど、まあ今日はね、多分ここにバーっと出ると思うんですけど、あの、まず見積もりの、あの、営業マンのやること。まあうちはちょっと集客っていうのはちょっと省かれちゃうんで、まあ一応集客っていうのも出た方がいいかな。大きく分けて集客っていうのはまあね、営業マンだったら飛び込みとかいろんなもんだと思うんですけど、次に現場調査だよね。お客様から依頼を受けたら、まあお客様のところに行って見積もりするわけじゃん。で、お客さんといろいろ話して、まあ屋根の大きさとか測ったり、外壁の広さ測ってんで、痛みがひどいところとか調べて、材料どういうものを使うかって、まあいろいろ調べていくわけじゃないですか。で、それがまず現場調査でしょ。で、次にまあ調査をもとに見積もりを作るわけでしょ。で、まあプラン、見積もり作る。まあそれ言われた通りに作らないよね。お客様がこういうふうにしたい、ああいうふうにしたい。でもこうやってやった方がいいんじゃないですか、ああやってやった方がいいんじゃないですかって現場で初回にね。まあ職人さんだったらそう得意やん、一番。まあ現場でこう聞いて、ああ、ああって言っとるのが。で、まあ実際に見積もり書を作る。それけ、まあそれも結構な作業だよね、作業でしょ。で、最後は、まあ、提出って言ってお客さんのところに持ってくんだよね。で、持ってった時に、まあ、見積もり書の説明。まあ、言った。ね、この間、先日こうやって言っとったと思うんですけど、これは、こういうふうにしました。これはこういうふうにしました。こういうふうにしました。で、まあ、何個かプランも出すとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、で、そこに、提出によく言う、あの、クロージングって言われるものがあると思うんですけど、何って、クロージングってお話してしまうと、もうよく皆さん聞いたことあると思うんですけど、俺もさ、自分で、まあ、職人から会社作って、まあね、16、7から現場働いて、いろいろやって、まあ、いろんなことがあって、人生ね。ほんで、また、会社作って、職人で働いてたわけじゃないですか。会社作ってもね、現場で親方として。で、そこから、じゃあ営業マン、自分たちが、一般の人とやらなあかんってなった時に、まあ俺が営業行くしかないよね。まあもちろん。いきなり社員に、お前ちょっと俺怖いで行ってきてくれって。本当に怖かったもん、お客さんとか行くの。まあクロージングっていう言葉があると。で、言うのは知ってた。で、俺もクロージングっていう、まあ俺もようわからんかなって言って、もう無視してたんだけど、そんなもんはね。ただまあ自分なりに見積もり行けば決まってくるから、まあそんなに意識してなかったんですけど、じゃあクロージングって何なのって言った時に、一つ言えるのは、あの、俺の思ってるクロージングね。なんか、お客様を騙すっていうか、ノーだと思ってるのに、まあ、じゃあこのピコハンマーお客様これいらないって思ってるのに、クロージングでこれを買わせるっていうのが、クロージングっていう人もおると思うんですけど、俺の中のクロージング。で、俺これで十分だと思うんですよ、職人さん。素直でまっすぐ一生懸命働いていたような人間は、こんなもん、いらんって言ってるやつに物売れへんのだわ。で、いらんって言ったやつに物を売りつけたことで、多分心が病んできて俺はしょうがないから、もうだってもう絶対俺それしたくないんですけど、自分の中でもね。俺はもう、まあ、YouTube でも何でも言うと思うんですけど、まあ今インスタもやってるじゃないですか。インスタなんか本当によく言うんですよ。あの、まあ結構経営の勉強的なことがあるんですけど、まあ見てほしい人に見てくれやいい。見てほしくないって別にわざわざ見てもらうようなものを作り出すと、自分がなんか嘘のこと書かなあかんから、だから俺は自分の思ったことをバッと書いて、で、それに同調してくれる、あの意見、あ、この人勉強になりましたよって言ってくれる人が、フォロワーがどんどん増えていくわけじゃないですか。もう YouTube もそうだよね。作り話作って、会社をなんかいい風にとか悪い風にとか、こんな風にって形作って見せて、まあもちろんね、あの、ドッキリだとかなんとかやって、いろいろ、ね、まあやらせじゃないけど企画組んでいろいろやってるのはあると思うんですけど、まあそういう中で、俺の思ってるクロージングっていうのは、まあちょっとまたベラベラ喋るけど、あの、俺はクロージングっていうのは無理やり売りつけるんじゃなくて、まず定期的に電話すること。それともう一つは悩みを解決してあげること。もうこの二つだけだと思うんですよ。
これ何って言ったら本当に現代ってテレビ見たりさ、まあ、電話かかっていたりインターネット見たりゲームやったりね、あのスマホゲームやったりもう本当に忙しい時代で、外壁塗装って見積もり取って3社4社から見積もり取るわけじゃないですか。ほんで俺お客さんに一番言われたのは小林くんはやっぱ熱心に電話してくるで、例えば俺はもう毎日のように電話しないよ、もちろんどうですかとか、だけど例えば月に2回3回はやっぱプッて電話して、どうでしたあれって言って、まあ、他社さん出ましたって、いやまだ出てないんだわって言って、ああそうですか、わかりました、じゃあまた電話しますってプチッて切るの。だって俺があなたに興味ある工事させてほしいってことはやっぱ伝えなきゃいけないじゃん。でみんなそれ伝えるのが下手なんだよなって俺本当に思うんですよ。なんか電話することが悪いと思ってるじゃん。電話してなんか、いやうちでやってくださいよ、頼ますよ、まだ予想出てないですか、そんなとこいいじゃないですか、もうほっときゃーとか言うのは俺営業じゃないと思うんだよね。俺は別にピュッて電話してそうやって一言、あどうですかって、であとは悩みを解決っていうので、まあ、よく言うのがどうですか、なんか他社さんの見積もりとかうちの見積もりでわからんとこありましたって言うと、いや実はさ小林くんとこ見積もりこうやって出してくれて、こここうやって書いてあるじゃんと、これ何なのって言うと、いやそれ前も言ったじゃないですかって言わないよそうだけど、まあ言うよね、まあ、前も言ったんですけどこれってこうこうこうでこうでこうじゃないですかって、だから、まあ、こういうふうに表記してあるんですけどって、あのね塗装って分かんない、難しい、まあ、どんな商売でも皆さん同じなんですよ。自分が毎日毎日繰り返しやってるからもう当たり前になってるほど、親分様って本当に当たり前じゃないから。で例えばだけど外壁ってさ、職人さんって分かると思うんだけど、あんな外壁なんか平米なんか測りようがないじゃん、1平米単位まで。で測ってもいいけど、その測ることで1時間かかるんだったら、もうザクッとやればいい。ちょっとこれ後で話すんだけど、ザクッとやればいいわけじゃないですか。で、それなのに、まあ、細かく書くから、書かないから、3社見積もりだったら3社平米が違うわけですよね。で、それってなんでなんだろうって、やっぱ言うときに、いやいや、実はこう、こう、こう。で、僕らはこういう測り方してますよって、こうやって立ててもらって、で、窓はだいたいまあ、1枚何平米で引いていって、こうやって計算してますよって言ってあげると、あそういうことね、タスさんも出し方多分違うと思いますよって言ったら、あそういうことね、なんか平米を大きくしようからインチキしようとか、平米少ないからインチ塗ってもらえんのじゃないかみたいな。俺が言うのは、まあ平米なんかまあ別に塗料だけ間違わんときはいいから、だいたいね、それ50平米も60平米も変わっとったら塗料1本変わってくるじゃん。そうなると困るだけで、原価からしたらもう変わんないから、まあそれ後でまず説明するんだけど、まあそういうことをちゃんと説明してあげること。最後に、まあクロージング契約だよね。で契約っていうのはまあ大したことないよね。じゃああんたのところに頼むわって、ああわかりましたって言って、まあ書類にサインしてもらって、でその後はまあ工事始まるまでに色決めして工程決めて、まあそういうことだよね。あとまあ現場管理を営業がやるんか管理の方がやるんかはちょっと俺わかんないですけど、まあそれが大きく言った営業ですよね。じゃあこれね、売れる営業マンってどんなのなんですかってよく質問があるんですけど、俺が思う売れる営業マン、まず本当に約束を守る。で、まあ一番最初にマナーだな。まあいつも言いますよね。まあそれは俺も採用でも何でもそう、マナー。で、マナーって大きいですよね。挨拶、身だしなみ、匂いだよね。タバコ、体もそうだし、笑顔か。まあ俺これちょっと怒った顔してるような感じもよく捉えられるんですけど、でも笑顔って結構大事だし、これってもう一つのマナーなんですよね。なんだこいつブスッとしとんなーって言って、まあ、よくあるじゃないですか。でお前何ブスッとしとんなーって、いやブスッとしてないっすよーって。じゃあもうそれがブスッとしとるんだし、じゃあ俺がブスッとしとるなって思ったら、もうお前ブスッとしとんなーって。お前がどう思ってるか俺どうでもいいんだわって、よく社員に教育するんですけど、だってお客様もそうじゃん。お客様の前でそいつ、このようにして、こんにちは、お世話になってますって言うな。お前それできんなら俺の前でやられて、てめえ俺もお前の客だろってよく言うんですけど、ブスッとしとんの、なんでこいつ怒ってんのかなと思ったら仕事頼まないじゃん。でチャンスを失うよな、お前はってよく言うんですけど、それはお客様にとっても同じなんですよね。やっぱ、笑顔がある。やっぱマナーがきちっとしろ、あ、きちっとしてんな、この子。まあ、これがまず基本にある中に、まあ、続いて、その、やっぱり約束を守る。これちょっと一つだけ言っておこうかな。ちょっとあんまりもう時間ないで、さらっと言うんですけど、じゃあ見積もり行く。じゃあ私こうこうこうしようと思うんだよね。ああしようと思うんだよね。まあ、例えばじゃあ、まあ、どうしても赤に塗りたいんだよね、家。ああ、そうですか。でも赤やめた方がいいと思いますよ。まあ、一回じゃあ次回提出するときに、まあ、カラシミネーションだけ持ってきますわ、って言ったのに持ってこなかった。でもお客さんって言ってくれないんだよね。あ、この人持ってくるって言ったのに持ってこんかったやんって。で、見積もりでもそうだよね。じゃあ、例えばもううちはトイ交換したいで、トイ交換の見積もり入れてくれて、出るって言っても、入れ忘れるやつってね、
そんなことないでしょ絶対って思うんですけど、本当にこれあるんだろ。職人さんでもね、今日そこで書き込んどりゃいいんだけど、書き込むのももう喋りながらだからなかなか書けないし、で1日に何件も見積もりるわけでしょ。うちの営業まで言ったら本当に20件30件月回るわけですよ。そうするとそれまた帰ってすぐ見積もり作りゃいいんだよ。例えば今日は1日中外で撮ったとかで 2,3 日後とかに見積もり作るってなるともう覚えてないわけよ。その寸法だけは撮ってんだけど、ほんと もっと細かな約束があるからね。花があるんだけど、これ花ってどうしたらいい、こうこうこうしたらいい、あじゃあ次回までに答え出しますねとか、本当に細かいことで、これがねできてない人本当にうちも多いな。まあ今はどうか知んないけど、まあ俺今責任者じゃなくて、まあ責任者がおるからね、塗り替え道場の営業部の最高責任者みたいなのおるから、うん、だからまあ俺はもうそこ ほぼほぼノータッチではないけど、まあ数字とかその辺もちょっとチェックするけど、まあ一営業マンとなかなか喋ってっていう機会はないし、まあアンケートは今でも目通すけどね。で、続いて話す営業よりも聞く営業か。話す営業マンよりも聞く営業マンの方がなんでいいかっていうと、聞く営業マンでさ、まあ友達でも何でもそうだと思うんですけど、俺がね、まあ美味しいもの食べたい、まあラーメン食べたいっていうのがあるとするじゃん。だけどさ、喋る営業マンって、まあ友達が喋る営業マンでしょ、今日ここさめっちゃ美味しいんだよね、あそこ美味しいんだよね、あそこ行こうぜ、どうだよ、まあ、行きたねえな、もうそんなくどいもん今日中華料理はいいんだわとかあるじゃないですか。だけど聞く営業マンってじゃあ何って友達で例えると、じゃあ今日何食べたいって俺に聞いてくるわけですよ。ああ別に何言ってないんだけど、まあラーメンがいいかなとかさっぱりしたもんがいいかなって、いやそうかそうか、まあどうする、じゃあさらっと行くって、がっつりちょっと美味しいもの行く、どうしたい、何が食べたいとか言って聞いてくれると、あまあ別にがっつりはいいでしょって、まあ今日もまあ別にさっと早く帰りたいし、まあさらっと安いとこでさっと食って帰りたくないって、ビール一杯飲んで帰りたいよねみたいな、でそうこうしとるうちに俺のニーズが分かってくるわけじゃないですか。でそれをピュッて提案すると、おいいねって、そのラーメン屋行こうぜ、めっちゃぴったりや今の俺の気持ちにってなるじゃん。お客さんはでもそうなんですよ。結局何社も見積もり取るうちに、なんかこれがいいんですよ、あれがいいんですよ、ああですよ、こうですよって言って人の話聞かんやつって本当に多い。まあ俺もよくあるんだけど、俺が嫌いな営業マンでずーっと自分で喋ってるやつと、あとすいませんすいませんすいませんってずーっと言ってるやつ。だからまあ聞く営業マンがやっぱ成功する。次はオーラがある。オーラがある営業マンってじゃあ何ですかっていうと、まあさらーっと言いますよ。オーラって見えないじゃん。でもあこの人オーラあるな、この人すごいなって、俺の解釈はそれに精通してる人、やっぱ自信がブワーッ、やっぱ人間相手もバカじゃないから物買うのに、なんかまあじゃあ車の営業マンというか車のこと知らない、車のこと好きじゃないやつから買うよりもやっぱじゃあニーズは聞くんだけど、じゃあ俺にもニーズ聞くんだけど、俺結構この塗料おすすめっすよ、あそれだったらこれすごいいいっすよ、俺は知識量があるから塗料もすごい何十種類ってしてるわけじゃん。でああそれっすか、じゃあそれにぴったりなのこれなんですよ、でもこうこうこうですよ、これってこうですよ、僕はこういうとこれのコロトが好きなんですよ、やっぱ言ってる人ってさすごい好き、仕事好きそうだしオーラが出てるじゃん。で YouTube でもそうだと思うの、俺ら現場でやってる時ってさバカなことやってるじゃん。だけど俺が社員好きなのも社員が俺のこと好きなのもやっぱみんなに伝わるわけじゃないですかね。インスタでもそうだよね、やっぱ俺が発信してることって俺もう嘘隠しなく本当に発信してるから、なんとなくあこの人オーラ出てんなじゃないけど好感が持てるなとか、あなんかこの人いいなってやっぱなってくるし、俺もなってくるんだよね。で自分たちもなるんだよね。だから知識量とか経験値、何度も何度もやっぱ同じことを言うことで、俺もこれそうだよね、セミナー動画っていうのもう10本20本30本40本もう50本で撮ってるうちにだん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 やっとちょっと喋れるようになってきたかなって自分でも思うし、改善もしてるし、やっぱり同じ営業マンやっぱプロフェッショナルってなる。あの喋っててもあ一つのこと聞いて、あじゃあちょっと待ってくださいよこれどうですかって持ってこれるじゃん。だから経験値とかその何度も何度も同じことやる、単純なことほど難しいって言うじゃん。空手とかでもそうでしょ、正拳突きを何万回何千回ってやって初めて必殺の一撃が出るっていうぐらい。で営業マンもそうなんですよ、そのなんか物を売りつけるためのあれじゃないですけど必要になってくるんじゃないかなと思います。うん、まあそんなもんかな。まあ職人さんが営業マンになる、まあ売れるやつ売れんやつっていう話なんで、ちょっと最後、まだ本当はあったんですけど、ちょっと言えないなと思うんですけど、まずね、じゃあ職人さんこれ最後まで聞いてくれたんで、せっかくなんでちょっと伝えていくと、本当にね、営業マン経験した方がいい。絶対に俺は経験した方がいいと思う。俺はずっと職人ずっとやってて、うん、営業マンってね、集客ね、自分たちでやったんで、やらざるを得んくなってやり始めたんですけど、
やっぱ俺は営業やって人生本当に変わったから、でみんなもどっかなんだよ、現場に戻るのはいつでも戻れる。またダメだったら1年2年営業やって戻りゃいい。1年やね、十分勉強になるし、勉強になるっていうか向いてる向いてないっていうのが分かる。でも経営者になりたいなと思ったらやっぱそこになんなきゃいけないから、いつかはね、どこを目指すかにもよるよ。大きいね、10人20人30人使ってやっていくんだと思ったら、やっぱお客様、元受けだろうが接種だろうが、いろいろな人たちと関わっていかなきゃいけない仕事じゃん。面接の時も、従業員にも俺は、もう従業員に一番俺接待してるからね。従業員と飲むことがほとんどだからね。9割は従業員に接待してるよ。で、1割がほんと先輩とかいろんなお客さんとか、お客さんって言っても B2B のね、方ですけど、うん。で、あとは9割社員飲みに連れてって、ああじゃない、こうじゃない、俺はこうしてきたんだよな、ってみんなと語るのが仕事だから、まあ、社員に営業してるよね。うん。だから、俺は営業絶対にやった方がいいと思います。以上です。またね。